て。さて、それでは今回はとんでもないチャレンジが登場しています。僕前回動画で相当間違った動きをしてしまってて、まさかこんなチャレンジが来るなんて。順番に見ていきたいと思います。今週全国チャレンジということで、パワチャレの累計ポイントですね。で、1位の方、PSR 糖度 ×5、プラス PSR ガチャチケット ×4。もうむちゃくちゃです。こんなんなってたんですか？最近のパワプロは、パワプロサクセスは。いや、こんなにいいなんてか、今回がコラボだからなのかわかりませんが、2位から順位でも PSR の完凸確定です。東堂、僕が今回非常に推してた選手ですね。カード。前回全部重ねちゃったんですよ、SR。もうその動画もぜひ笑って見ていただけたらと思うんですが。どうしようかな。2位から順位で PSR ガチャチケット3。で、11位から50位で一挙にね、SR ガチャチケットになるので、PSR3 から SR2 になるっていうのはもう、ドンと落ちてるんですが、まあ、それでも東堂貫突もらえると。それも PSR 貫突ですからね。なんと、PSR 貫突は51位から100位でももらえます。ここまで確定で、もらえると。すごいですね。で、100位から、500位でも東堂が、かける4。で、SR ガチャ、ここが一番最後の美味しいところかな。この下でも PSR は十分4もらえるんですけど、ガチャチケットは PR ガチャになってくると。それでも十分かな。PSR は基本どれぐらいですか？3凸ぐらいで機能しだすのかな。だから、4000位ぐらいでも、もう僕の当時の感覚だとね。で、今はおそらく2つ僕がやってた時と違うのは、ほぼ貫突をみんな使っているっていうことな感じはしますね。助っ人のとこ見てると。だから、東堂貫突させようと思った僕は SR 全部1枚にしてしまったので、まあ、その1枚の SR で PSR を貫突に持っていけるという可能性を信じて500位以内、もしくは確実を狙うなら100位以内というところですね。で、それがまあ一つ、その当時と僕の感覚とは違うところ、貫突しないといけないという難しさ。そして、この大盤振る舞いな感じからすると、あと、それから今これ日時変わってすぐなんです。11日。昔はね、この切り替わってすぐにもうホームラン打ちまくったら、今で僕20試合ぐらいやってるんですけど、ちょっと画面戻します。PG のクラスでホームラン打ちまくって、まあクラスあんま関係ないのかもしれないですけども、まあまあ打ちまくって、順位が219位ということで、人口が増えている。これは驚きました。昔、もう昔々であれですけど、始まった時って、この切り替わりのタイミング12時過ぎからホームラン打ちまくったら、まあ、1位、2位に一瞬、1位は、いや、でも1位に一瞬慣れたんですよ。過去に僕、そういう動画も載せたことあると思うんですけど、今や、この切り替わってすぐに、まあ、呪術廻戦だというのを差し引いても、この時間にやるか、パワープロサクセスと。いやー、いいですね。当時僕がものすごく望んでいたパワープロサクセス勢が増えていると。つまりは、100位以内はもう無理です。もう無理です。というか500位以内も無理だと思う。この時間帯でこの順位やとしたら本当にギリギリ4000位に入れるかどうかっていうところになってくるかな。欲しいのはそうですね。東堂さん、あ、PSR 東堂はせめて欲しいので、かも SR が僕4凸までしかいけなかったからもう5にしようかな。それもありですね。いや、すごい。こんなの来るんですか？ちょっと最近を知らないので、前回だってこう七夕でしたよ。このわけわからんやつ、同じやつばっかり出てくるチケット。もう謎でしたけど、まさか今回はこんなことに。いや、一応ね、告知は出てましたけど、もう詳しく読まなかったし、こんなに、商船 PSR なんて上位10位ぐらいまででしょって思ってたんですけど、まさかのこんな、4000位まで PSR 確定とは思っていなかったので、まあちょっと頑張れるだけ頑張ってみたいんですけど、何が一番しんどいって、
ホームランを打ち続けることですよね。もう、まだ育成3つよ、どれぐらいかな、3、4人ぐらいしか作ってないんですけど、試合チケット過去のものとかもあって、あと34枚あるんですが、これ消費するのに多分1時間ぐらいかかるんちゃうかな。で、全部消費しても当然ながら、昔やったのは、試合チケット何ヶ月分も貯めといて、で、一斉に吐き出したことがあったんです。一週間打ちまくるっていうのやったんですけど、それでも、ちょっと記憶はないですが、100位以内ぐらいやった気がします。50位以内入れたんかな？上位、いや、50位も入れなかったと思います。だから、その当時でも、そんな感じだったんで、今多分この辺も盤石の1000人、2000人がいる可能性があるので、いやー、欲しい、ただただ欲しいと、ちょっとだ、もしよかったら笑っていただきたいんですけども、ついでにね、雑談ついでに、雑談というか、衝撃だったんですけど、混ぜてもた。前回、貫突っていうタイトルで混ぜたんですよ。貫突を目指してね、混ぜたんですよ。なので、見事、糖度4っていう、もう何やねんっていうところですね。43っていうね、レベル、44じゃなくてね。というのがある状態ですね。で、板取り有事の PSR が1枚あるというようなところなんですが、糖度、PSR、いや、だって良くないですか？そら、この辺の事情は、金徳事情はあまりよく分かってないです。たくさん取ればいいっていう時で、僕は終わってしまってるんで、金徳の相性とかね、得意ポジション、うんぬんかんぬんはあまり詳しくはないんですけど、単純にこの選手めちゃくちゃ強いですよね。リーダーにしよう。リーダーにはしなくてよかったけど、何やろリーダーって。球界の頭脳とか、僕のやってた時、キャッチャー能力って2人しか、キャッチャーの金徳持ってんのって、当時ですよ。なんかそんなイメージなんですけど、どうですか？初期勢っていてはれへんのかな？もううちちょっとコメント欄バグってるからコメントいただけないんですけど、怒り、どっちだったかな？守くんじゃない方か、怒りくんの弟、怒り進むくん。ここと、それからもう一人、この、ひじりでしたっけ、名前。球界の頭脳。この二人しかなかった。僕の記憶ですよ。古い記憶ですよ。これともう一人ね、なんか丸いデブの、そうそう、彼。キャッチャーといえばこの三人だったんですよ。だからもう僕からしたらもう、超大型アップデートでですね、突然、呪術廻戦のキャッチャーキャラが出てきたということで。ああ、でも、そうか。球界の頭脳はもらえないんですね。街道とかホームランフィーバーとか。伝説のさよなら男はでも、素人目には多いな、この金徳持ってる人。多いな、そうか。じゃあそんなに違うんかな？追いかけなくてもいいのかな？ちょっとまあ、どの何位ぐらいになるのかわからないんですけど、PSR が僕最大めちゃくちゃ狙いに行って、この、伊之助の PSR 3凸っていうのが最大なんですよね。なので、まあ、今回コラボですし、ちょっと頑張って追いかけてみようかな。あと、この配布のね、ねずこ5凸、まあ、貫凸ですね。貫凸って、ほぼほぼ僕はこれぐらいしか、どれもバラバラとね、これでもほら、3凸41ですよね。まあ、無課金税だからというよりは、もうその貫突のさせ方がわからないっていう感じですね。うん、そこまで詳しくわかってないというか、ガチャの引くタイミング等がね、わからなくて、これね、この内藤メルやったかな。見た目がかっこいいから追いかけたんですけど、これも3凸までですね。いやー、アフロ怒り5凸。これこの間したかな。多分間違ってると思います。なんかこれあんまり評価高くなかった気がするんですけど、あえてこっちを上げてみたというところかな。このコラボね、よかったな。またこの、メジャーじゃないわ。名前出てけへん。あれ？初めの一歩じゃなくて。何やったっけ？あら？全然思い出せないわ。このコラボ。
の時に毎回僕は戻ってたんですけどね、もう最近は追いかけるのも嫌になってきて、でも今こんなに楽しくなってるんやったらまたやりたいですね。全然思い出されへんな。あれ東堂 PSR 狙って頑張ってみたいと思います。突然でしたが、欲しいなって。図鑑に入るんかな。図鑑持ってないと入らんかったっけ。あ、持ってないと入らないのか。残念ですね。ちょっとゆっくり見てみたかったんですが、まあ、東堂 PSR 狙って頑張ってみたいと思います。あと1週間ですかね。ではご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。